航空自衛隊の F-35 戦闘機ですが、2021年度の生産数が発表されました。世界各地の工場で合計142機という大量に製造されたそうです。ということは、当然ながらコストダウンに結びついたと思います。もちろん、日本でも空自向けに6機生産されています。意外と少ないと感じるかもしれませんが、今は6機ですが、将来的にはもっと量産していく計画になっているそうです。では見ていきましょう。言うまでもなく、F-35 ライトニング2シリーズは、アメリカの同盟国や友好国を中心に導入されている有名な戦闘機です。この機体は、いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれるもので、アメリカのロッキード・マーチン社が製造しました。この会社によると、2021年中の F-35 ライトニング2の建造数は合計142機でした。ご存知の通り、2020年から新型コロナウイルスが世界中を席巻したため、企業活動に影響が出て、戦闘機の生産スピードもダウンしたのですが、それから1年経って生産活動が立ち直りつつあることを暗示しているようですね。では、改めて F-35 ライトニング2を製造している工場について見ていきましょう。世界でも3カ所に限定されているのですが、本国アメリカのテキサス州フォートワース、イタリアのカーメリ、そして日本の愛知県西春日井郡豊山町です。この工場は、FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれています。日本 FACO ですが、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことです。2015年、平成27年12月から生産工場としての稼働が開始し、航空自衛隊向けの製造を担当しているそうです。と言っても、この工場は一から製造するわけではないのです。ノースロップ・グラマン社やロッキード・マーチン社、BAE システムズ社などから F-35 の機体各部が送られてきます。IHI 社、石川島播磨重工からは、ライセンス生産での機関部が送られてきます。各地から送られてきた機体の各部分を組み立てて、製造するのが小牧南工場なのです。IHI 社は、アメリカのプラット&ホイットニー社から F-35 専用エンジン F-135 のライセンス生産を担っています。この会社は、2カ所の工場、福島県相馬市と広島県呉市で作った部品を東京の三穂工場に送り、組み立て作業をしています。IHI 社の工場群はかなり巨大で、空自の年間最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画にも対応できるサイズがあるようです。今後は製造だけでなく、メンテナンス等にも対応していくものと考えられます。では、対応する三菱重工業者ですが、IHI 社のエンジン生産の容量に合わせる形で、小牧南工場を稼働させたようですね。その結果、2021年は、計画通り、全6機の F-35 ライトニング2戦闘機の最終組み立て、検査が無事に完了しました。ここで気になるのが、F-35 の数ですね。小牧南工場で組み立てたのは、わずか6機なので、残り136機は、日本以外、つまり、アメリカとイタリアで生産されたことになります。テクノロジーの差なのか、経験値の差なのか不明ですが、数の差がありすぎて、残念に感じます。ここで、2020年までに F-35 導入を決定、購入を進めていた、国を紹介します。当然、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、
ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、シンガポール、そして日本です。やはり、同盟国とか親アメリカの国ばかりですね。翌2021年に、当該機購入を決定した国ですが、スイスとフィンランドです。検討中の国を紹介しますと、カナダ、ギリシャ、スペインです。この中でも、アメリカの隣国カナダは88機購入と見られる大口客と言われています。こういった国の中で、ちょっと不思議な動きを見せるのトルコです。実は、トルコは F-35 ライトニング 2A 型を100機以上購入する計画を持っていたそうです。それだけでなく、機体の部品製造まで手掛けていたトルコでしたが、強引にロシアから S-400 地対空ミサイルを取得したおかげで、怒ったアメリカは A 型購入計画を凍結したのでした。トルコはアメリカとロシア両国から兵器を購入しようとしたわけです。古くからヨーロッパとアジアの間にあり、ロシアからの圧力を受けることもあったトルコの国策としては、理解できるというか、あるあるという気がします。トルコは、2008年から首都アンカラの工場で、自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を行っていたのですが、前述のように、2019年7月トルコが、アメリカの意に反して、ロシアから S-400 地対空ミサイル購入を強行したため、F-35 ライトニング2の引き渡しが中止されたのです。それだけではありません。部品製造分野から、モトコルを締め出したのでした。とはいうものの、トルコ航空宇宙産業工場が製造していた F-35 用部品の数は、かなり多く、900以上にも上りました。そのため、トルコへ制裁を下しては、F-35 の世界的生産ラインへも、大きな影響があるとして、アメリカ国内でも、当初は反対意見が上がったそうです。しかし、最終的には、アメリカは、トルコの行動は、絶対に容認できないと判断し、ロシア製兵器調達を強行したトルコへの制裁が実行されました。要するに、アメリカは自国の面向を優先したということではないかと思われます。昔からロシアとの軍事的なつながりが深い国はトルコだけではありません。多くの兵器を調達しているインドなどは、このアメリカかロシアかという二択事態から、外れようとする動きも見せています。はっきり言うと、軍事的なアメリカ優位体制は、世界の一部では揺らぎつつあるということでしょう。そして、アメリカに代わって台頭してきたのが、中国ということは、紛れもない事実なのです。再び F-35 戦闘機をめぐる、不確定な動きを紹介します。産油国として、日本とも、つながりの深いアラブ首長国連邦は、2017年頃には、F-35 の導入を希望していると、公になっていました。その結果は果たしてどうなるのかと、世界が注目していたのです。この動きは、アラブ首長国連邦が、長年敵対してきた、イスラエルと国交を結んだことで、決着しました。アメリカとイスラエルのつながりが強固であることは言うまでもありませんね。実際、アメリカはイスラエルの後ろ盾となっていて、イスラエルはアメリカの財源ともささやかれていますし、対パレスチナ戦争でもアメリカ製の武器が多数使用されたことも事実です。今までこちら側と思っていたアラブ首長国連邦がイスラエルと結んだことを知ったパレスチナの人々は苦々しい思いだったことでしょう。これにより、一層パレスチナ紛争が激化するのではないかと危惧する声もあったようですが、
ウクライナ戦争の影に霞んでしまいましたね。さて、アラブ首長国連邦は、イスラエルと関係が改善されたことで、連鎖的にアメリカとの関係も改善されたというわけです。そして、アラブ首長国連邦は、2021年1月、F-35 ライトニング 2A 型の50機購入契約を結び、F-35 の採用国の仲間入りをしたことになったのです。しかし、この契約は、前トランプ政権が取り交わしたものです。後継のバイデン政権は、アラブ首長国連邦が、リビアやイエメンに爆撃を行ったことを理由に、保留としました。その後、契約中断が発表され、現在に至るというわけです。F-35 ライトニングに調達を希望しているのに、アメリカが供給しない国の中には、台湾があります。アメリカは、台湾にかなり優遇していると感じるのですが、F-35 については別問題というわけでしょうか。つまり、中国を懸念して、台湾に兵器を輸出しないのでしょう。軍事力に物を言わせる中国の、傍若無人な振る舞いは何度もニュースになりますが、その度にイラつくのは筆者だけではないでしょう。日本領である尖閣諸島沖にたびたび出没する中国海峡局の公船は、民間漁船を威嚇したり、違法操業など目に余る行動を見せつけていることはご存知でしょう。以前は小笠原諸島近海で、サンゴを大量に盗んでいったこともありましたね。中国の傍若無人のやり方は台湾に対しても同じです。同じ民族と言いながら、領空侵犯を行ったり、台湾海峡で軍艦の G 行動を見せつけたり好き、勝手に振る舞っています。挙句には、軍事侵攻を匂わせる脅しをかける中国。台湾有事が現実的に感じられる昨今ですが、表面上、中国との対立姿勢を崩さないように見せているアメリカは、中国を刺激するのは得策ではないと判断しているのでしょう。だからこそ、F-35 ライトニング2を台湾へ輸出しようとはしないはずです。万が一にも、F-35 ライトニング2の台湾供給するアメリカが許可すれば、いよいよ中国の軍事侵攻が迫ってくることにもなりかねません。東日本大震災の時、世界中で一番早く支援してくれた台湾。その他にも災害の時にはいち早く動いてくれたのが台湾です。親台湾派の人も多いはずです。しかし、残念ながら、あまりにも台湾に肩入れすると、大中戦争が起こった場合、日本にも火の粉が飛んでくる可能性が非常に多いということを忘れてはならないと思うのです。